い、今日は八戸市博物館です。八戸市博物館の学芸員でいらっしゃいます小笠原義則さんに伺います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。博物館はいつできたものですか？昭和58年に開館してきました。昭和58年、今何年目ですかね？28年ですよね。再来年が30周年になりますよね。はい。ではこの博物館の概要について教えていただけますか？はい。博物館は、歴史系博物館といたしまして、考古展示室、それから歴史展示室、民族展示室で、それに最後は、無形資料展示室、いわゆる南部弁で方言を残すというところの部屋を設けております。はい。もう八戸の本当に始まりから全てが分かるんですよね？そうですね。八戸市内もしくはその周辺の地域のですね、通史というんですか、時間の流れに沿って分かるように展示しております。で、私たち今その展示室内でお話を聞いてるんですけれども、このお部屋は何のお部屋ですか？ここはですね、昭和30年代をイメージした、復元した家の、今ただいま縁側に座っております。はい。座れるんですね。そうです。ここは皆さんに来ていただいて、はい、座って、ぼーっとしていただいて、昔懐かしいなというね、ちょっとした癒しの空間を演出しました。はい。そんな座れる展示があるなんて知らなかったです。そうですね。普段は触っちゃいけない、座っちゃいけないということで、注意されますけども、ここの、限られた場所だけは、大丈夫です。はい。そういったさまざまな展示がありまして、八戸の歴史がすごくわかるわけなんですが、何でしょうか、目玉のコーナーというのは何かありますか？ここはですね、一つ考古展示室ですね。そこに三類化しがみ式関東太刀という古代の刀なんですけども、これは今までですね、国内で1例しかない珍しいものですよね。世界的にも韓国で見つかって2例しかないという貴重な資料になっておりますね。八戸で見つかったんですか？そうですね。今の現在の八戸ニュータンですね、白山台の地区で、造成する際の発掘調査で見つかりました。八戸で見つかって、あとは韓国にしかない。そうですね。現在はその地元の豪族が直接手に入れたという説が多かったし見てますよね。そういうこともわかるんですね、その一つで。そうですね。八戸地方には、それだけ権力財力のあった豪族がいたということになりますよね。そうですか。本当に八戸について深く知ることができる博物館です。ぜひ皆さん足を運んでいただきたいと思います。では小笠原さん、最後に一言メッセージをお願いします。はい。博物館は、以前は、障害学習として学ぶ施設という考えありましたけれども、それと他にですね、癒しの空間を、昭和30年代の復元をしてますので、来ていただいて少しでも気分転換になればと思っています。はい。学ぶだけではなくて癒される空間です。八戸市博物館の学芸員小笠原義則さんに伺いました。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。突撃八戸お邪魔隊。小笠原さん、こちらが大変珍しいものだと先ほど伺ったんですが、何というものなんですか？これは飛鳥時代のですね、刀の一部分なんですけども、ちょうど手で持つところ、取って柄頭というんですけども、そこにですね、輪が3つありまして、その輪の3つの中に獅子が、描かれているもので、大変珍しいものです。しがみ式三類関東立ち柄頭、貴重なものが展示されております。拳銃法の毘沙門天像、可愛いキャラクターになって博物館には展示されてますけど、実物もちょっとコンパクトでいいもんですね。
そうですね、かなり精巧な作りとなってますね。毘沙門天ですから、これ北の方向を守る神様ということで、まあ、位の高い方の、作った門の中に収められていたもので、その屋敷を守るという守り神です。こちらには八戸城下町ということで、今の八戸の町名もいっぱい載ってますけれども、その昔の地図というんでしょうかね、いつ頃のものなんですか、これは。これは、もう少しあと 2,3 年で、明治時代になる時代のあたりなんですけども、これを見ることによって今と昔がどの辺が同じとどの辺が違うのかというのが分かると思うんですけども、大きく見ますと、昔の商店街、庶民とか商人の方が住んでる町と繁華街が一致するということですね。本当ですね。今立っている建物、例えば三春屋とか桜野とか、そういったものもついていまして、色分けもされていて大変分かりやすいです。このコーナーに入ってすぐ目につくのが、これは石の、お地蔵さんではないですし、何ですか。これは庚申塚といいまして、精神金剛像なんですけども、いわゆる神様があって、その周りに、邪悪なものがあって、それを抑えているという感じになりますね。これはもう皆さんご存知というんでしょうか、獅子頭が展示されています。そうですね、ここは神楽が結構あちこちの地域で展示をされておりますので、その一部を展示しております。そしてお隣には八戸のもう一つのお祭り、縁振りの烏帽子が飾られています。大変味わい深い烏帽子がありますが、何年ぐらい、いつ頃の烏帽子なんですか。これはそんな古くないですね。一番古いもので、博物館で保管されているものは、せいぜい明治時代ですので、それ以降にもせいぜいその昭和に入ってからですよね。はい。猫いらずという看板ですとか、あれは百毒下し、お薬の看板ですか。そうですね、ここに展示されているものはですね、藩を抱えの、今でいう薬局屋さんですね、の看板を基礎していただいて展示しております。これは漁業の道具ですか。はい、そうです。イカ釣りの道具なんですけども、今現在は電動式で巻き上げたり下ろしたりしてますけども、これは、手動で手でやるものですね。今ではもうほとんど残ってない、ここでしか見れないものですね。さあ、海からこっち行きましょうか。これは稲ですね、お米ですね。そうですね、農具を一応田植えから稲刈り脱穀までを分かるように展示されております。展示されている着物、これはいつ頃のものですか。明治20年代の頃の写真も載っておりますけど、それから昭和の前半ですよね。作業着なんですかね。そうですね、昔はごく普通にこの藍色の作業服ですね。履物も草履、つま子、そして下駄と、だんだん変わっていきまして、その先にはアイロンも電気アイロン、その前は炭火アイロン、そのもう一つ前は日のしですか。柄杓のようなものに見えますけれども、これ鉄でできてるんですか。そうですね、丸い容器の中にですね、炭を入れて、で今でいうその棒につながってますので、その炭の厚さで、アイロンみたいな感じでシワを伸ばすということですね。生活の様子というんでしょうかね。エンツコあります。赤ちゃんを入れておくあのカゴですね。そうですね、これはかなり貴重だと思いますよね。お隣はこれは子どもたちの遊び道具になるんですかね。そうですね、昭和30年代を中心にしたものの写真と、その、それ前後の遊び道具ですねを展示しております。冬の遊び道具ですね。こちらには大きい船がありました。これは何の船ですか。これは磯船になりますよね。もう木造船、いわゆる木でできた船なんかは、そうそう目にかかることはないので、
これを大事に保管しております。さあ、こちらの部屋が無形資料展示室ということですが、何を展示されているんですか？展示というよりも音声になりますので、ここはいわゆる南部弁、ハセル地方のですね、言葉を残すということの、ヒアでございます。民謡民話にわらべ歌、そして八戸地方の方言を実際に聞くことができる部屋です。突撃八戸お邪魔隊。